ねえ、こんなとこで寝てたらさ、風邪ひく。付近一帯を捜索しましたが、バッグの類や携帯電話、免許証、財布の類は一切見つかったんですよ。じゃあまるっきり身元不明ってことですか。被害者の似顔絵作らせて、この辺りの店やホテルしらみつぶしに当たるしかなさそうだな。死因は後頭部打撲による脳挫傷です。こちらから血痕と毛髪が見つかってます。まあ状況から見て間違いなく、ここが続けば中道恵理子さんを待ち伏せしたんですね。待ち合わせまでの時間つぶしでしょうか。中道恵理子さんが深夜営業のブティックでワンピースを買うのもあなたは目撃していた。彼にはもう会わないで。お願い、あの夜彼女はもう一人の自分用のメイク道具をオフィスに置いたままでした。仕方なくあなたは自分の化粧品を使い、彼女に目いっぱい派手な化粧を施した後、彼女の持ち物を奪い、その場を立ち去